こんにちは。読み手めグインサーガの14巻は復讐の女神というこちらの一冊になります。パロの奪還戦ですね。モンゴールからパロを取り戻す戦いもいよいよ盛り上がってまいりまして、死んだと思われたクリスタル公アルドナリスが、どう登場するかですとか、雪山を越えるという危険な道のりを選んだ、国大使のスカールの行方がどうなるのか、そして実際に、パロとモンゴルの軍勢がいよいよぶつかり始めるというような、怒涛の展開を盛り上がり見せていまして、そして宴会衆で、密書を手に入れた、イシュトバーンもパロに現れ、そしてこのそれぞれがどう絡んでいくのかということが、非常にこの、物語が動き始める感覚がして、面白かった一冊です。ぜひ、14巻もお楽しみください。